こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの一眼レフ用のレンズですね。マクロエルマリートの 60mm レンズになっております。これがですね、非常に重宝するレンズですね。60mm なんですけれども、標準レンズとして使用できますし、何よりマクロレンズですので、非常にぐーっと近くまで近寄れるんですよね。人物の撮影から、小物の撮影とかですね、草花の撮影、街中の撮影まで非常にオールマイティに活躍してくれるレンズですね。ぐーっと近寄ってですね、30センチよりももっと近寄れる感じですね。はい。ここまでぐーっと伸びますからね。はい、クローズアップから、普通の標準レンズ、スナップレンズとしてまで非常に使い出のいいマクロエルマリート R の、60mm ですね。F 値が 2.8 になっております。では外観から見ていきます。外観は、まあ、うっすらと使用感はある感じではありますけれども、こういった塗装の劣化とかですね、すれ当たりへこみ目立つようなものは、見当たらない感じですね。はい、普通に使用するレンズとして全く問題ないレベルです。はい、文字の消えとかもないですね。どこかに落として歪んだりとかですね、どこかに強くぶつけたような跡もありませんね。はい、マウント部分も非常に綺麗な状態です。マウントじゃなくて、これカムタイプですね。カムタイプはこのカムが 1,2,3 個ついている3カムタイプになってます。ライカフレックスからライカの R9 までですね、オールマイティに使用できるカムタイプになってますね。でもって、近年ではほとんどの皆さんはですね、ミラーレス一眼などでお使いになるんじゃないかなと思いますけれども、ミラーレス一眼の場合はですね、アダプターを経由で、使用いたしますので、カムタイプは気にせずにですね、どんどん使っていただいて大丈夫です。はい、レンズの状態ですけれども、前玉後ろ玉ともにですね、擦れ傷引っかき傷、コーティングの剥離山も劣化もなく非常に綺麗ですね。はい、まあ、マクロレンズの特徴でレンズがこう奥まったところに ありますので傷もつきにくいですね。はい、中玉にも曇りカビバルサム切れなどはありません。チリホコリの混入もですね、肉眼でもほぼほぼ見えませんので、画質に影響するような瑕疵は全く見られないと思っていいです。はい、絞りの状態もいいですね。軽快に動作してます。動きのムラ、泣きなどもないですね。絞りまでの汚れもありません。はい、ピントのヘリコイドもですね、非常に滑らかにいっぱいまで、はい、動きムラなく動いております。はい、付属品がリアキャップとこちらのフロントキャップです。はい、純正ですね。はい、ということで、はい、非常にですね、おすすめのレンズです。ライカ一眼レフ用のレンズ、マクロエルマリートの 60mm になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。